活動させてもらってます。ありがとうございます。今後の活動予定などございましたらお願いします。僕たちのサークルで、毎年行われている、ライブがあるんですけども、1月26日にクレア大阪東という会場で、やらせていただきますので、ぜひ興味持った方これ、お越しいただけると嬉しいです。ありがとうございます。先ほどの第1部でも聞いたんですけども、きっかけなど他の方がお話しいただいてもよろしいですか。アカペラを始めたきっかけなどお願いします。じゃん、じゃん。で始めた。僕は友達に誘われたからですか。友情で、ゆる友情で始めました。友情という。結構みんな歌が好きで、もともとやってたとか、そうなんです。っていう人たちが結構多いかなと思います。皆さん同級生の方ですか。いや、2、3、4回生がいてですね。一番端の彼が2回生で、僕が4回生で、その他がみんな3回生という感じで。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後にメンバーの紹介と担当するパートをお願いします。ベースを担当しますキャルボです。よろしくお願いします。トップコーラス担当しますイブです。お願いします。リードボーカル担当しますジャンです。お願いします。セカンドコーラス担当しますアイノンです。お願いします。サードコーラス担当しますオレオです。よろしくお願いします。ボイスパーカッション担当しますネロです。お願いします。ありがとうございます。では 第2部もよろしくお願いします。お待たせしました。それでは暁のライブをお楽しみください。暁の皆さんよろしくお願いします。お願いします。少し肌寒くなってきましたが、まだまだ続くのでぜひぜひ盛り上がっていってください。お願いします。それから声地かき鳴らした。
バーン。ありがとうございました。ありがとうございました。暁の皆さん、ありがとうございました。